どうも、レオンです。皆さん、見ましたか？日本代表対、どこでしたっけ？中国代表、E1 選手権の第2戦ですかね。がっかりですね。いやー、予想していたとはいえ、まさか 0-0 になるとはね。まあ、ちなみに、今日の中国代表って、Under-23 なんですよ。だから若手ばっかなんですね。で、日本はまあ A 代表じゃないですか。まあ、国内組とはいえね。で、まあ、振り返っていきたいんですけども、まあ、レビューをね。いやー、しょぼいメンズでしたね、日本代表。いや、まずね、今日のポイントは多分、ゴールキーパーがまず誰になるのか、谷になるのか、大迫になるのか。まあ、これで序列がわかりますよね。で、今日大迫だったっていうことは、次の韓国戦がもちろん、谷なんですね。つまり、この3人の中で、一番序列が高いのが谷だったって。まあ、当たり前のことなんですけど、実力が一番抜けてるんでね、谷が。とはいえ、森保のお気に入りは大迫なんですよ。だから、森保チルドレンでね、まさか大迫が韓国戦に抜擢なんてことがね、あるんじゃないかって心配してたんですけども、予想通り、ちゃんと、まあ、そこはね、サッカーの実力が、まあまあ、森保にしてはよく分かってんやなと。森保にしてはね。まあ、谷が次の韓国戦先発するんでね、まあ、それはちょっと安心したかなと思います。でも、大迫についてはね、まあ、なんていうのかな、かもなく不可もなく、相手ももう点取る気なかったんで、ずっと守ってましたしね。ただまあ、そもそも論なんですけど、大迫は日本代表に値するのはレベルじゃないんでね、いいとか悪いとかってもう次元じゃないんですよ。値しないっていうね。多分、森保さんは11月のワールドカップ終了後に退任すると思うんですけど、その後は多分ね、呼ばれることないと思います。はい。だから評価不能です。はい。で、ディフェンダー4バックでね、左が佐々木翔、森保が愛してる子ですね。森保チルドレン。どういうわけか機能しません。それに森保が気づかないっていう。ただね、0対0で後半途中ぐらいかな。杉岡入れてきたんですよ。まあ、要は、そもそも佐々木翔ってのはサイドバックじゃないんですよ。センターバックなんですよ。でもなんか森保が好きなんですね、人として。サッカーの実力じゃなくて人が好きやったんですよ。なんでまずスタメン使ったんですけど、機能せず。で、それに後半ようやく気づくってね。で、まあ、杉岡は入れたんですけど、っていう感じですかね。はい。まあ、佐々木翔も多分、二度と呼ばれることはないと思います。もうさすがに次の9月にはね、お役御免なんで。で、本大会でもちろん選ばれませんし、これでね、森保チルドレンともおさらばです。はい。評価、ドクロマークです。はい。で、センターバックね、中谷、これもですね、森保チルドレン、実力ないんですよ。日本代表とのレベルはね。まあ、J リーグではレベル、ね、スタメン張れるんでしょうけど、日本代表のそのレベルではないんですよ。ただまあ、森保好きなんでね、中谷のことが。なぜか。まあ、多分真面目だと思うんですよ、多分間違いなく真面目だと思うんですね。まあ、それだけの理由だと思うんですけども。まあ、試合出てましたけど、まあ、ミスも多く、やっぱ足元がね、弱いんですよ。で、相手のレベルが低かったんで、なかなか評価することもできないんですけども、まあ、なんせフィジカルも弱くてですね、トップレベルになると通用しない、することはないんでね、絶対に。まあ、今日でラストかなと。もう二度と日本代表に選ばれることはないと思います。はい。これも評価不能です。はい。その次、センターバックの荒木。これはですね、森保枠で、まあ、一応選ばれてるとはいえ、実力はまあまああると思うんですよね。タッパもね、186センチあるんですよ。で、荒木に足らないのは経験だけで、もう J リーグ、今どっかな、サンフレッチェかな。もう J リーグでプレーするのやめた方がいい。本当に日本代表で定着していこうと思うんやったら、ヨーロッパに行かなあかんと思うんですよ。だそれに荒木が気づけるかどうか。気づけたら多分、可能性あるんじゃないかな。まあ、このカタールはないですけど、その次とかね。まだ若いんでね。25歳かな。若いんで。次のワールドカップ狙ってほしいですよね。本気で。もうサンフレッチェ卒業しなさい。はい。その次、左サイドバック、右サイドバック、小池くん。彼もですね、実力ありません。残念ながら。じゃあなんで選ばれたのっていうところなんですけど、彼はね、日本サッカー協会のなんかアカデミーかな。で、なんかその、思春期とかね、中学生、高校生ぐらい過ごしてたんですね。アカデミーがあるんですよ。日本サッカー協会の。で、そこのアカデミーの卒業生で、そのアカデミー卒で初めて日本代表になったんですよ。だからそういう話題性作りやと思うんですよ。例えば今後ね、彼が日本代表に定着していくのは、そのあれ絶対無理なんで、
実力が不足してるんでね。で、森保さん、まあまあ、そういう、まあ、日本サッカー界のね、まあ、話題作りとか、まあ、一応日本サッカー界であの人ね、すごいいい子ちゃんなんで、まあ、そういうのも、今後ね、後輩続いてくれよって意味も込めてね、選んでるだけやと思うんで、はい、今日プレー見ましたけども、実力不足でした。はい。もう二度と選ばれることはないと思います。はい。評価不能です。はい。すごいよな。逆に。で、ミッドフィルダー。野津田なんですけども、これもですね、森保チルドレンの一人です。なぜ選ばれたのかよくわかりません。多分ね、素人はすぐに、いや、所属チーム、サンフレッチェ広島で好調やんかってすぐ言うんですよ。いやいや、好調熱はみんな好調熱。J1 でもね、好調熱いっぱいいるじゃないですか。で、その中に誰を選ぶか、それが監督の手腕なんですよね。好調熱やから選ぶとかね、わけわからないんでさ。で、やっぱり案の定、もう単純にね、実力不足。はい。まあ、とりあえずサンフレッチェ広島でね、もともと森保監督してましたから、まあ、そういう多分教え子なんかな、多分、野津田もしかしたら。だからそういうところもあってね。温情采配じゃないですけども、まあ、呼んでみたと。で、まあ、この中国戦使ってみたと。そしたら、実力が明らかに不足してたと。いうところでね。彼も評価不能と。二度と日本代表に選ばれることはないと思います。はい。その次はですね、森島。俺ね、森島ね、まあ、多分右サイドかな？右サイドにいたのかな？全然ドリブル突破しなくて、驚くほど。サンフレッチェでもそんなドリブル突破してんのかな？まあ、緊張もあったのかよくわかんないですけど、実力発揮できず。まあ、中国相手にね、こんだけこのドリブルで崩せない。そうですね。もう二度と日本代表に選ばれることはないでしょう。まあ、若いんでね。まあ、今後、伸びしろあるのかもしれないですけども、まあ、日本代表のスタメンを取るような選手ではないということがはっきりしましたね。はい。で、脇坂。彼はね、なんていうのかな、川崎フロンターレ枠というか、まあ、川崎フロンターレチーム強いじゃないですか。で、いろんな日本代表を送り込んでるんで、まあ、その流れで、まあ、とりあえず呼んでみたっていう感じなんですけど、何回かチャンス与えられてるんですよ。で、ことごとく結果残してないんですよ。で、今日の試合も結果残せなかったんですね。はい。なんで、残念ながら、日本代表卒業という形になります。はい。もう選ばれることはありません。はい。お疲れ様でした。まあ、実力不足ですね。はい。はい、その次、橋本健人、彼はね、評価が難しいんですよ。なぜならですよ。彼は、なんて言わな。世界に通用するフィジカルを持っていて、どっちかっていうと、今のそのサッカーが、もちろんその日本代表だけじゃなくて、世界的なサッカーもそうですけど、まあ、テクニックをまあ重視にしながら、で、もちろん最低限のフィジカルもいるよって、まずその質。クオリティが求められる中で、ケントはね、クオリティがないんですよ。残念ながら。要は足元がないというかね。しっかりこう、繋いでいくってことに関しては、まあ、ちょっとまあ、難がある選手なんですよ。ただね、身体能力は非常に高いんですよね。だから今日なんかでも、まあ、相手のレベルが非常に低かったとはいえ、一番そのゴールの匂いのする男っていうのは、結果的には橋本やったというか。やっぱ中盤ね、豊富な運動量とボールも取れるし。ただね、彼はね、やっぱついてない、持ってない男というかね、彼、ロシアに移籍したんですね。2年か3年、去年ぐらいかな、わかんないですけど。で、ロシアで最初、結果残したんですよ。で、ステップアップできるかなって時に怪我したんですね。で、怪我して、復帰したと思ったら今度戦争じゃないですか。で、帰ってきて。で、このタイミングでまたもうスペインに移籍するっていう感じなんですけど、まぁ、ちょっとね、遅すぎたかな。彼はね、その、日本代表になるために、やっぱ世界で戦わないといけないと気づけた選手なんですね。ただ気づくのがちょっと遅かった。で、あとは持ってなかった。ロシアが戦争だったからね。だからそういう点では、だいぶアドバンテージがあるんで、まあ、今後日本代表に選ばれる可能性は非常に低いですけど、もし日本代表の主力がね、2、3人怪我したら可能性があるかなと。そこには食い込んでこれる選手かなと。こういうのを感じさせてくれましたね。ただ、まだまだ足らないですね、経験が。なんで、まあ、序列的には本当にもう最下位ですね。はい。まあ、でも、今日のこのメンバーの中ではね、一番得点の匂いがしたかな、というふうに思います。はい。で、その次、宮市亮君。なんか世間的にはね、十何年ぶりの代表復帰みたいな感じで、応援するようななんかこう、雰囲気がありましたけども、残念ながらピークは過ぎましたね。宮市亮ってね、もちろんスピードがあるんですよ。それも凄まじいスピードがね。
でもそのスピードがあるのは、生きるのはスペースがある時だけなんですよ。うん、で彼はスピードだけなんですよ。テクニックがないんですね。なんで結局スペース消されたらもうそれおしまいなんですよ。なんで残念ながら、今日のプレー、それも中国相手、に何もできなかった結果的にはね。なんで、まあ、もちろん次の韓国戦もね、まあ、チャンスは全然あると思うんですよ、このメンバーの中ではね。でも日本代表の本体の方にね、組み込んでいけるかと、入っていけるかって言ったら残念ながらそれは無理です。なんでこの東アジア選手権で日本代表の卒業式という形になります。お疲れ様でした。はい、残念です。その次は、細谷なんか真央っていうかな、なんか柏でね、ちょっと調子いいらしくて、でこれパリ世代の子なんですよ。でもね、本人もね、なんか今回の日本代表の選手にあたっては驚いたと、こんなに早く呼ばれると思ってなかった、だからこの子実は賢いんですよ。俺の力ではまだまだ無理やなって分かってるんですよ。で、森保くんもね、鈴木、優馬とね、うまくいってないんで、ちょっと新しいフォワードがいるわけじゃないですか。で、まあ、呼んでみたっていうことなんですけど、まだまだ、力不足です。はい。爆発しないとね、所属元で。こんなレベルじゃね、もう、お恥ずかしいです。はい。なんやったら俺が出た方がよかったんちゃうかな、というふうに思います。はい。で、途中から出てきた人の評価しましょうか。今日はね、やっぱり次の韓国戦がメインなんで、途中からちょっと主力かなっていう感じなんですけど、まあ、杉岡が出てきましたね。フィジカルはあるんですけど、いかんせん、特段目立ったプレーをしてないっていう。なんで、そうだな、彼が今後日本代表に定着するためにはもう海外行くしかないでしょうね。海外志向があるのかどうかわかんないですけど、なんかのほほんとした感じなんで、どうですかね、彼に今後日本代表の左サイドバックを託すことは、おそらくないと思います。なので、東アジア選手権をもって代表当面卒業かなというふうに思っております。お疲れ様でした。で、途中から言ってきた西村君、まあそうね、まあ香港戦はね、やっぱ2ゴール取ったってことで目立ちましたけど、まあ今日のあの中国戦の感じ見てると、もう少し時間があればね、得点の匂いはあったかもしれないですけど、まあ本体に組、本体の A 代表に入っていけるほどのものを結局感じなかったですね。はい。やっぱクオリティが当たらないというか、まあこの、今の日本代表の中ではね、上の方だと思うんですけど、本体に入っちゃうとね、それもとてもじゃないけど無理だと思うんで、残念ながら、この E1 選手権を持ってね、代表を卒業かなというふうに思っております。で、町野くん、途中から出てきましたね。そうね。まあまあ、細谷に比べるとね、また可能性を感じましたけど、いかんせん時間がなかったんで、まあちょっと評価不能かなと、今のところね。ただまだ若いですし、やっぱタッパーありますしね。183か4かのかな。まあ次の韓国戦が本当に、評価を求められる試合かなと。おそらくスタメンじゃないかなと思いますんで。ぜひとも結果残してもらいたいですね。また評価を下すには早すぎるかなと。はい。相馬くん、すごくね、小気味のいいドリブルで、やっぱりこの中では、やっぱり、力があるなという感じはしましたけども、あくまでも相手のレベルが低かったんでね、あのドリブルが、すごくこう、目立って見えますけども、まあ、この2試合見させてもらう限りはね、まあ今後その本体に、の A 代表に入れるほどの、実力はないと。要はね、テクニック、スピード、フィジカル、どれもそこそこなんですよ。突き抜けてないですよ、どの五角形も。そこがね、突き抜けないとね、ダメだと思いますし、A 代表に入っていけないんで、ね、残念ながら、この E1 選手権を持って、しばらく代表は、卒業かなと。まあ、あとは本人がどれだけね、海外志向があって、そういったところにチャレンジできるか、まあ、それが全てかなと思いますね。はい。で、途中から来た、なんすかこれは、満田くんかな、何しに来たのかな、明らかに実力不足、経験不足、だと思いますね。おそらく韓国戦に出番を回ってこないかな、というふうに思ってますね。やっぱりまあ、彼も森保チルドレンの一人、サンフレッチェ広島っていうことで選ばれてると思うんですけども、
うん、来るべきじゃない人間が来てしまったという感じかな。もうとてもじゃないけど、A 代表に入っていけるようなレベルに現時点ではないという感じですかね。はい。まあ、結果的に 0-0 になったので、次の韓国戦には絶対勝たないといけない状況になってしまったんですが、おそらくですよ。次の韓国戦に勝つことは多分ないと思います。はい。相手のチームが強いです。はい。森保の限界がね、来てると思います。なんで、まあ、楽しみは楽しみですけど、まあ非常に暗い未来が待ってるのではないかなと思います。それともう一つ気になったのはね、まあもちろん観客はね、全然来ませんでした。森保ジャパンに期待ゼロですから。まあそれと同時にですね、今日0対0なんですよ。で、絶対勝ち点取らないといけない試合じゃないですか。でも森保は案の定ですね、システムを変えず、ただ人を変えるだけっていう。うん。多分おそらくワールドカップでもこんな感じになると思います。はい。まあ、せいぜい2トップにするぐらいのかな、森保は。多分そのアイディア持ってないんですね。多分コーチ陣も。人を変えるだけ。疲れてきた選手に新しい選手入れるだけ。っていう感じだと思います。はい。相手からするとですね、守りやすい。まあそういうか、まあ単調ですからね、ずっと。っていう感じなのかなと思います。まあこれオリンピックでもそうでしたけども、森保、小市、の限界がもう明らかに見えてるかなと思います。はい。まあただですね、まあ大人的なことを言うとですね、もう日本サッカー協会もそんなこと分かってるんですね。森保に4年間任してみたけど、力がなかった、引き出しがなかった。うん、やはり経験がなかった。でも、もう今更変えられないんですよ。ね。変える候補って言ったら、まあ西野ぐらいしかいないんですけど、それができないんですよ。なぜか。それは、やはり今まで森保がね、日本サッカー協会に貢献してきたわけですから、やっぱそこの温情ってですかね、最後にやらしてやろうというものがありますから、首は切れません。残念ながらね。はい、まあでも、西野で行った方がまだいいかなと、個人的に思いますが、はい。っていうところですかね。今日のもう中国戦、まさか引き分けると思ってませんでしたが、森保ならあり得ることなんで、っていう感じでしたかね。まあ、いかんせん、総じてですね、今日のメンバー、実力不足ということで、総括終わりたいなと思います。ありがとうございました。